セガゲームスは、プレイステーション4用ソフト、北斗合宿、の、無料ダウンロードコンテンツ第8弾、特別パック、救世主伝説、の、配信を開始した、新たに追加される、難易度、検索、では、登場。キャラクターの強さが原作準拠に変更される、無料ダウンロード、コンテンツ第8弾を本日配信、シルダ敵キャラが原作の強さで登場す。無難易度、検索、を配信シルダ株式会社セガゲームスは、好評発売。中のプレイステーション登録商標4専用ソフトウェア、北斗合宿。について、ゲームをよりお楽しみいただくためのアイテムを入手で、フィル、無料ダウンロードコンテンツ、DLC、を全8回にわたって、配信中です。最後の無料 DLC 配信となる第8弾では、特別、パック、救世主伝説、として、ゲームに登場する敵キャラクターの、強さが、原作準拠、になる難易度、原作、を配信。ストーリー進行、に関係なく、原作通りの強さで北斗キャラクターが登場するため、より原作に近いバランスで、北斗合宿、を楽しむことができます。加えて、北斗真剣アクションがより爽快になる粛清ゴムや装備、アイテムなどもご用意。また、その他のアップデートとして、シェア機能とスクリーンショットの撮影がゲーム全編で使用可能となります。DLC は、PS4 本体をインターネットに接続した状態でソフトを起動することで、各種コンテンツが自動で配信され、上限を満たすことで入手可能です。ぜひご活用ください。より小さい、特別、パック、救世主伝説、内容より大きい難易度、原作、難易度、原作、が、解放され、本編クリア後にプレイ可能になる粛清ゴム、幼いユリ。あ、一定時間、敵が強制的に飛行チャンス状態になる能力解放。アイテム、宿命玉3個、ケンシロウの能力解放に必要な玉、心、技、体、各1個、装備アイテム、木彫りの女人像、ジャスト比、効が成功しやすくなる、難易度、検索、は、本編クリア後に選択できるようになりますストーリー、エンドレスエデンとモニタ、リトル画面からのみ選択可能で、途中変更はできません。粛清ゴムは、ゲーム内の街、エデンにある、ゴムや、入店時に自動で、入手、第3章以降、アイテム系、は、エデン内のアジト前に、ヒルモヒカン少年に話しかけることで入手、第3章以降、難易、を、原作、序章で登場するなんとこ集権の伝承者、シン、通常で、チュートリアル的な序章のボスのためそれほど強くはないが、腹、作準拠になると、ケンシロウの胸に7つの傷をつけた男の誠の強さ、を体感できるだろう、粛清ゴム幼いユリアの、粛清ゴム、初、当木彫りの女人像宿命玉、C、セガ、C、ブロンソン、原、鉄を、NSP1983 半券許諾証 GA217。